では歌いましょうか。私が必ずお助けします。ルフィたちを救出せねばならん。ここで敵に囲まれようとは。おや、どの子か戦っているようですね。もしや味方。はい、お気をつけて。ブルック、お前さん無事だったんじゃな。やはり。ジンベエさん、あなたなぜここに。それは、まずは敵を片付けましょう。マスリー、武器切り。私、ビッグマムに捕まりました。命からがら逃げてきたところです。こりゃ災難じゃったな。ルフィたちも早く助け出さねば。魂の矢はず斬り。はい、お気をつけて。花歌三丁矢はず斬り。この城の地下には囚人図書室がある。おそらくルフィたちもそこにいるはずじゃ。どこかの部屋に地下に続く階段があるらしい。片っ端から扉を開けて階段を探すぞ。扉から何が飛び出してくるんでしょう。ドキドキしますね。あ、私心臓ないんでした。この部屋本当に必要ですか。行きますよ。この部屋から出れると思うなよ。やはり花歌三丁テアマセイの。何、こんな部屋まであるとは。ソウルパラード。道は開けた。さて進むかの。あれは地下へ続く階段のようです。うん、あの先が囚人図書室に違いない。急ごう。もう二度と入ってこないんですから。骨にひびが。でも牛乳で治りますよね。ブルック、それにジンベエ、お前なんでここに。ちょっと肌寒いです。なんだお前たち、そこで何をしている。ガリオスだけに。武器切り。待っておれ二人とも、今助ける。ソウルキングだぜ。オーバードクドロワ。
行きますよ。カスリウだ。武器切り。花歌サニ。テアマセイの。ヤハズクソ。来てくれてありがとう。でもこの檻どうすれば。ソンが閉じ込められている。燃やしてみましょうか。はい。ありがとう。それはサンジにプリンのこと教えてやんねえと。はい、お気をつけて。ちょっとルフィ、もうチョッパーとキャロットが捕まってるの。ブリュレっていうブックマムの娘の仕業よ。おそらくチョッパーたちはブリュレの作るミロワールドに囚われて、ブリュレを倒せば解放されるはずじゃ。何なんですか、ここ。私は優しくないわよ。やけに鏡が多いですね。武者ブロで鳥肌立ちましたよ。そろそろ行くぞ。ワンタ、こんな立派なお城ないんだもの。お宝部屋もあるわよね。こしょれ、仲間と戦うなんて最悪。さっさとブリュレを捕まえないと。この調子で一人も逃がすんじゃないよ。私たちの姿で襲ってくる敵のどれかがブルレだから、見つけたら全部倒して。ブリュレは鏡を使う能力者。店の一味も鏡を通って移動しているはずじゃ。鏡をうまく壊せば逆に利用できるかもしれない。偽物と分かっていても味方とやり合うのはいい気がせんもんね。近くの鏡を壊せば敵は逃げられなくなる。うまくやれば敵を誘導することもできそうね。仲間の姿で襲ってくるなんて、悪い夢でも見ているようです。行きますよ。花歌山頂、ヤハズ斬り。ガブッとこんなパン。花歌山頂、テアマセイの矢はず斬り。よっよよ。間違いない、お宝の匂いがする。ソウルキングダッシュ、メインスパイク、ソウルパラード、アイスパ
気でも。ほっほっドロワ。とっほっ。はい、お気をつけて。アナウンター三丁ヤハズ斬り。クソ、ほら、こんなところに宝物。せっかくだし、もらっとこうかしら。よくもやってくれたね。魂のヤハズ斬り。レッドホーン。行きますよ。バレちまったかい。だが逃がさないよ。捕まえたわよ。観念しなさい。よほほ